皆さんこんこにちは小林太郎です、えー、と動画が非常に伸びてしまって申し訳ありません。えー、と私の、えー、機関誌、えー、平和圏の総合これ2号の表紙案なんですけども、えー、これでも、まあ、大変な、えー、もうボロボロ状態でちょっと動画が全くできませんでした。申し訳ありません。えっ、ー、とまあちょっとこいつが滑っちゃうな。 えっとまあ、えー、っと憲法改正特集でこれがゲラなんですけど岸田総理の、えー「任期中に憲法改正をとの思いに、えー、いささかも変わりなし」という表題で出させていただいておりますが「えー、任期中」って言ったって9月そして6月の国会会期が間もなく、えー、あと1月じゃあ」って言って口先だけかっていうことをいろんな人が言ってるけどそれ違います。えー、今一生懸命あの 関係ししててる議員が調整をしてますなんといっても政治資金規正法の問題が、えー、予想外に入ってしまいましたもんですからこ、えー、これででで突っねることできないんですよ要するに清和会を中心としてねもう本当に私も安倍総理の、えー、と一緒にこの国をと思ってきたんでその清和会の問題っていうのはもう本当に何とも言えない思いです。 安倍さんのことを思えばだけどとにかく安倍さんの子分たちがですね、えー、安倍晋三を預かり知らないところで、えー、裏金って言ったってね裏金化してる人は少ないですよ間違いなくだけど事実上その脱法行為をしてたわけです組織ぐるみで。そしたらこの問題が全部岸田文雄にいっちゃったっていうことをねそのいやこれで 岸田さんが安倍さんの子分を、えー、と総裁候補の連中を潰した安倍派潰しだとか、まあ、私の番組では何度も言ってるけどそれはそういうこと言うなよって脱法行為をしといてな何様なんだって話でしょこういうねあのなんていうかな秩序感というかモラルがなさすぎる全員全員ないですよどうなってんだろう今の日本はと思います。で えー、その中でも、えー、際立っていつもモラルがない、えー、モラルのない日本人の象徴これが立憲デタラメ党なんですかあすいませんデタラメ立憲民主党っていうちょっと名前を間違えてすいませんでしたまあこれほどねまああさっての方に行っちゃってる人たちは珍しいねもう少しなんか、えー、と思いますけどまあこれが野党第一党なんだと。 野党ということは日本国民が彼らに、えー、パワーを与えてるわけですから要するに日本国民私私の私は全て、えー、言うべきことを言ってその爪腹は全部腹切って生きてきましたからそして今日この瞬間もそうなんです適当にごまかして生きたことがないんで言いますがまあ立憲民主党と。 いうものは、えー、これを国民がですね野党第一党にしているということは、まあ、それだけ、えー、日本国民のです、ね、あ何十パーセントかはこの人たちを支持してるんですか、まあ、10%ぐらいなのかな政党支持率だとそうあの。私はモラルの問題についてね、えー、ともっと対話したいね。 その支持者たちともうね政治資金パーティーを禁止する、まあ、パーティー禁止法案を提出しましたとそしたら、まあ、安住さんは4月25日にやってるとで5月27日には岡田克也幹事長が予定してたともう辞めましたけどねで、えー、品武さんも6月でじゃあっつって今ね八つびが場合に叩かれたから辞めてるとだけどね えと今の状態で政治にはね政治には金がかかります。でこれは基本的にあの権力と金というのは私の番組ではいつも言ってますけどこれはもうワンセットなんですよ。そして、えー、政治の大きな最も大きな政治の機能は。 えー、海外の侵略からこの国を守ることですしたがって、えー、政治家にはパワーを持ってもらわなきゃいけない。あの民主主義というのは政治家のパワーを弱体化させる権力を弱体化させる方向に働きがちなんですが特に戦後の日本ではですねやっぱり自民党社会党という 絶対に相反するイデオロギーの、えー、政党が要するにまあ日本人固有の感覚ですよね本当に共産主義国家にしたいのかとそんなつもりないんですよほとんどの人は。もうスターリンの国にしようと別にそう思って社会党を支持してたわけじゃない戦後の日本もでも。 自民党にお灸を据えるための権力監視として社会党に力を持たせようとかね、えー、この朝日新聞をはじめとする一種の、えー、左翼マスメディアに力を持たせようと日本人ってそういうバランスで考えるでしょでバランスで考えるのは悪くないんだけどよりによってですよ要するに民主党と共和党アメリカのみたいな意味でのまあ一種のそれ全てがどこまでも100%いい話をしてるわけじゃないよ。だけど まあ一種の資本主義と民主主義の体制内の政権交代でしょ共和党と民主党なら。という意味で言うと自民党と社会党で政権交代したらだって資本主義やめますっていう人たちをその野党第一党にしてきたのが戦後の日本人ですよあるいはアカデミズムも含めてねマスコミも含めてこれ本気だったらおかしいよこんな民族こんな国家本気ならね。 だって選挙のために資本主義取るか選挙のためにもしかしたら社会主義国家になるかもしれないこんなのありえないでしょうありえないことをずっとやってたつまりあ国民は別にいきなりですね日本国憲法は変わって日本人民民主主義共和国憲法でスターリンの代わりにですね浅沼姫一郎独裁者ができるとは誰も思ってなかったわけでしょそれが。 日本人というものでするとそういう何て言うかなこう本音の部分でやれっこないことを日本人はなんとなくこの公式の看板にしとくことに対してあんまりこう鈍感なんだねまあいいじゃんととりあえずそういう看板このぐらいの看板掲げといて実際はこのぐらいなんだみたいな話でその何て言うかなその最後の。 そういうい日本人的な曖昧さの最後がこの立憲民主党ですよ。で彼らの持ってるこういうパーティーを開催禁止するけど俺たちはやってるよと。でそれ法案が通ると思ってないってことだよね。ね法案が通ると思ってないと。で同時に法案通ったら困るわけですよ彼らも。だって政治に金はかかる。でもそれぞれに自民党だってどこだって今金はないです。 ないっていうのは、そのそのその上今回政治資金規正法を改正すればなおさら日本の政治にお金が流れにくくなります。で流れにくくなるとですね例えばまあ自民党の頃からの清和会を中心としたもの裏金裏金って言ってるけど裏金じゃないんだってしかも金額がですよ 5年で5億円か6億円だったわけでしょそれを100人かの議員に5年で5億円100人ほとんど政治権力国家を動かす上ではお金というに値する金額ではないいや1円でもしっかりとした申告をしなきゃいけないそれはその通りしかしえー 国際社会で日本を守ってもらう政治のパワーということを考えた時には世界が何百億のお金何千億のお金あるいは超のお金で動いていることを考えてください。日本の政治がいわゆる5年100人5億円のお金でこれだけグラングラになるとで国民はけしからんと煽られている。 しかしですな、か一生懸命煽ってるマスコミの諸君の役員報酬っていくらなんだろうねあるいは交際費マスコミの方と飲み食いすることは私もありますよで、えー、その時に金を出してもらうそういうこともありますな一晩に何万円私なんかは別に。 マスコミから見たら打滑のことくわれる嫌われる側だからほとんどお呼びかかれないけれど彼らが使っている交際費これいくらなんだろうね NHK 朝日から読売から TBS から全部まとめたらいくらなんだろうそれに値するお金なんでしょうかね お金の問題あるんだったら全員丸裸にしろって話だよね国政に対して影響力があるやつ全員から暴き立てたらどうですかやるんならそれから立民もそうだけどこれ組合系候補たくさんいますよ左翼の組合系候補それから共産党はどうなってんのそれから外国のお金はどう入ってんの入ってないの自民党が長年 戦後自民党とかですね、えー、保守系のマスコミにアメリカ系のお金が入ってると。で社会党の側からは共産権ソ連や当時のソ連あるいは中共からお金が入ってるとこれはもう誠しやかに言われ続けてたね。要するにこのお金の問題についてですね、えー、どこまでやる気なんだろう。で 儀式としてとりあえずこういう時に清掃の儀式としてやるならもう迷惑極まりないんですよ。たかが5年100人5億円でねこれ何度も言ってるこれは私は脱法行為なんだからけじめをつけなさいと清和会の皆さんには言ってきたし番組でも何度も言ってるでもねけじめつけた瞬間に終わりのはずですよ法律を作って何とかで法律を出した連中がこういうことやってるとこの。 日本の政治やマスコミというのは政治家やマスコミというのは国家や国民をなめすぎだよねこんなことをやって国民の側もそれを許してるわけでしょどこまでこんな形で中国北朝鮮ロシアの核恫喝国家を横に控えてですよアメリカはもう核の傘を作りきれないこれもう明らかになってきてるいろんなところからそれが言われている。 それでもなおかつパーティー配勝案自分ができてないものをやってで自分がや,ってやれてないことをばれて辞めましたとも、ね。自民党にも言いたい自民党にこそ言いたい。あのねまあまあこれ要するに国会議員が腰掛けなんだよ議席というものが。あの 世界中で国世界の大国同士がですよ牙を向き合ってるそして核開発競争宇宙戦電磁波攻撃 AIAI AI による人類の支配ガーハもう要するに 世界において人類のですねある種のもう強烈なその野獣化が進んでるんででるすその状況から日本をどう守るべきかというのは私の本来私の世界では今やそのなんだっけさっき言った「総合」という雑誌でも私はそれを自分の人生をかけてですな今やってるけれども。 要するにこの人類をどうするのか人類全体が一連なわけででですすよ数十年前までと違うんです今人類全体がうわーっと何十億人単位で動かされちゃうんですよネットやなんかで。そうその中でどうやってこの日本を日本国民を守っていくかという議論をねやらなきゃいけないとまずは戦争の脅威。 核攻撃をはじめとする核どう喝の脅威からこの国をどう守るかでありそしてこの日本をどうやって日本国民みんなが、えー、自分の人生をついの幸せ充実を追求できるようなしっかりとした囲いを作るるっていうことが政治の任務でしょう。ただそういういことににですね、えー、話が行くために、えー パーティーは必要だったのかパーーティーを禁止するといった人たちがパーティーを禁止できないお互いに首絞め合ってどうするんだとまあいいですよ岡田沙耶安さんが、えー、政治資金が不足しちゃって大変な目に遭うとお互いに首絞め合って私は資金なんかはもともとなくていつもピーピー言ってますからああの政治家たち全員がピーピー言う有様見るのちょっと楽しみだね。 じゃあやってごらんよみんよみなで,とでそれでこの国を中国やロシアや北朝鮮から守れるならやってくださいとお金と政治の関係というのはきれいごとで政治とお金は汚いといやちょっと待てよアカデミズムとお金も汚いんんですよ皆さん東京大学をはじめとするアカデミズムとお金の関係も汚いんです。 NHK 朝日新聞をはじめとするマスコミとお金の関係も汚いんですよ。いやじゃあ文句あるなら徹底して議論するようじゃないか大学の諸君大学教員の諸君大学の管理職の皆さん NHK 朝日新聞をはじめとする大マスコミの諸君徹底してやろうじゃないかこの中に裏がない世界なんかないんだよパワーがあるところで。でこれ以上我が国の 政府や政党がお互いに自滅する流れはもうやめてほしいこのごっこ遊びの先には本当の日本の破滅しかありませんよそろそろ正気に戻りませんかということを申し上げておきたいあ、そうだこの総合という私の雑誌のこれ、えー、これね本当に 第2号6月1日刊行なんですけれども、えー、初回の人は4,000円で配布しますがこれ会員制の機関紙なんで送、えー、刊号をすでに購入している方はねちょっと申し訳ない7,000円って高いね1冊7,000円は高いよ分かってます。だけどちょっと毎月2,500円払ってこの雑誌を読めるという形にしているものを、えー、とそれより安い値段で反布することはできないものですから。 できればですねちょっと会員になっていただくとそれで会員になっていただくことでもちろん私が自分の人生のすべてをかけてこの国についてこの国を守りそして本来のこの国の魅力と強みを復活させていくこれをやるお約束が会員の皆さんとのお約束になります。そういういい意味で雑誌を読みいただく ということを通じて、えー、この活動を支えていただきたいのでちょっと値段設定に無理がありますが、えー、ぜひ皆さんの、えー、会員そしてまたご購入をお願いしたいと思います中身については、えー、次の動画でもう少しお話ししましょうありがとうございました